逆ドッキリでした。エイミ後ろ。え、みんなまだかな。ヤッツさんおはようございます。お待たせしました。おはよう。あれドミとミミは、ドミちゃんさんは用事があるって。ミミは、ミミちゃんは聞いてないけど。キャー、 え、いてててつまずいちゃった。大丈夫か。大丈夫です。お待たせしました。悲鳴なんかあげるからびっくりしたよ。ごめんねシュンシュン。よし、じゃあ海行きますか。ああ、いやー今日も晴れてよかったな。ですねー。ねえ、これなんだこれ。え、侵略禁止。まあなんでもいいけど早く行こうよ。え、あ、ミミちゃん、ちょっと二人とも安心してください。これシュンシュンが作ったドッキリなんで。今回の企画はシュンシュンプレゼンツ、もしもサメに食われたらドッキリです。え、サメ。なるほどね、今回のターゲットはミーミーってことね。そうです。飲み込み早い。もちろんサメは偽物で、これを使ってスタッフさんに手伝ってもらいます。ドッキリ久しぶりだから楽しみですね。俺らも何かあったら手伝うから行ってくれ。ありがとうございます。じゃあ行くか。はい、よし。ミーミが砂遊びに夢中になってるところ、海にサメがいるの見つけてビビらせてやりますよ。なるほど、面白いじゃねえか。それでは行きます。あれ、何あれ、ん、あれ、海の方になんかいない、ん、ミーミーどうだ、なんか見えたか。ミーミー目が悪くてわかんないです。ヨッチさんの方が目いいんじゃないですか。だってそれ伊達メガネですよね。わー美味しそう。で海はまだ入ってないけど。まあまあ腹が減ったエクソはできぬって言うじゃん。そうだな、食べてから再開することにしよう。たく、まあまあドッキリはさハプニングがつきもんなんだからさ慎重に行こう。ミーミーこれ。じゃあ私これ。そういえば昨日ね、ミーミーサメに襲われる夢見たの。え、夢がリアルでね、すっごく怖かったの。まあ襲われたのはシュンシュンだけどね。ミーミーちゃんそりゃ怖かったね。サメは今時水族館にしかいないでしょ。怖がらなくても問題ないよ。そうそう、そうかな。いいリアクションが取れそうだな。はい、どうしました。いや今何か潜ったような。いや見間違いかもしれない。大丈夫ですか。ヨッチさんちゃんと水分取ってくださいよ。ああ、ふぅ、お腹いっぱい。うまかったな。あれミーミーは、あそこです。一人で行かせて大丈夫なのか。ミーミーが一人で駆け出すなんて想定内ですよ。次はどうするの。海で遊ぶのに夢中のミーミー、その背後に影が。後ろにサメがいることに気づかずにのんきに遊び続けるミーミー。それが取れたらもうネタバレですね。音がなんかでサメがいることに気づいてもらって、驚いて終わり、そんな感じ。イエス。じゃあ俺たちもちょっと近く行きましょう。ああ、うん。あー冷たい、海楽しい。夢中になってるね。よし、じゃあそろそろもうスタッフさんに合図出しちゃおうかな。あ、シュンシュン、もうスタッフさんスタンバイしてるぞ。え、ほんとだ。よし、じゃあカメラ回すぞ。はい。なんか怖がってんな。さすがミーミー、オーバーリアクションだから映像映えして助かる。サメあんなに近づいても偽物だってバレないんですね。確かに。みんなごめんなさい、
待たせしました。え、なんでここに？トイレ行ってました。撮影始めましょう。じゃあ、あのサメは本物？まずい、意味が危ない。今のうちだ。トイレ、みんな。ごめん、ミミ、全部俺のせいだ。ミミ、知ってたよ。え？てってれー、逆ドッキリでした。嘘、演技だったの？当たり前じゃん、みんな信じちゃって面白かった。え？じゃあサメは？シュンシュン、自分が作ったやつでしょ？忘れちゃったの？いや、本当はミミが襲われて倒れるふりまでする予定だったんだけど、みんなすぐ心配するから。え、じゃあ、あれは？あれ？つまりさっきミミちゃんを驚かせてたサメは本物？ミミ、後ろ！え？キャー！島村さんでコラボ商品が発売されました。パジャマや靴下、枕など全部で13点の商品が発売されます。どれもこれも可愛いアイテムなので、ぜひみんな島村に行ってみてね。詳細は概要欄をチェックしてください。サメが沈んでけんさ。行きまーす。はい、サメはこうやって取りました。ほら、どうしたらどうしてもサメ。あ、サメがいる。行きまーす。ありがとうございます。